ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る。今日は楽しい。おい、歌うのやめろ。クソでかため息。早く帰りたかったら手を動かせよ。なんか予定あった？いや、ないですけど。じゃあいいだろ、別に。よくないですよ、クリスマスですよ。ケーキとケンタッキーとピザ買って酔いつぶれるまで飲む気満々だったのに。わかるなよ。なんで休日出勤なんですか？しかもこんな時間まで。誰の仕業ですか？社長に言えよ。明日休みなんだからいいだろう。はあ、せめてケンタッキーが食べたかった。営業時間確か21時。はあ、無理か。サンダースの。黙ってやれって。サンダースのチキン。サンダースが丹精込めたスパイスをクリスマスに。サンダースリスペクトしすぎじゃない？ファミチキでいいじゃん。先輩、サンダースオリジナルのスパイスをファミチキと一緒にしないでもらっていいですか？普段そんなにケンタッキー食ってないじゃん。そんなことないですよ。いや、やめろ。何これ、帰りたい。お疲れ様です。チキンとケーキ買ってきたんで休憩しません？ゆきさん、神、気遣いの神。大げさだな。ああ、買ってきたのは僕だけど、黒井さんのおごりだからね。黒井さん、用意してくれてたなら言ってくださいよ。お前らが文句言うの見越してたんだよ。もうツンデレですか？ツンデレなんですか？ツンデレですよね。もういい、俺が全部食う。嘘です、黒井さん。ゆきさん、ビールはないんですか？シャンパンとか。ないよ。黒井さん、気が利かないな。飲みたいならさっさと食って仕事を終わらせろ。はーい。仕方ないか。ケーキのチョコの家、誰が食べます？僕でしょう。寒い中買ってきたんだから。誰が金出したかもう忘れたのかよ。黒井さんにはサンタとヒイラギあげますよ。食えねえだろう。ギリサンタは食えますよ。お前が食え。はいはい、じゃんけんしましょう。じゃんけん。じゃあ、おやすみなさい。おやすみ。お疲れ様でした。お疲れ。あ、黒井さん、うん、あの、これクリスマスプレゼントです。え、よかったら使ってください。ああ、ありがとう。ん？これ…あ、持ってるやつと同じでした。ごめんなさい。いや、違うけど。これ、いる？まだ結構買ったばっかり。ありがとうございます。嬉しい。平民できてしまうかもしれないです。今つけんな、目立つだろう。はい、ありがとうございました。寒い。クリスマスの居酒屋もなかなかオツでしたね。案外空いてたな。みんなお家とかもっといいところで過ごしてるんじゃないですか？いいな。そっか、じゃあおやすみ。何？帰るんですか？夜はこれからなのに。孤独の民の集いはこれからなのに。プレゼントはもらうまで返さないですよ。前世山賊やってた。寂しいじゃないですか。今から言ってももう寝るだけじゃん。一緒に寝ましょう。そして僕が寝た頃にそっと枕元にプレゼント、カッコプレステ5カッコ閉じを置いてください。おやすみ。ああ、嘘です、嘘です。クリスマスに一人にしないでくださいよ。わかったって。最初から素直に。あ、プレゼント。え、いいのがある。はい、メリークリスマス。これって、俺をいつでも退職させることができるけん。なんでこんなの持ち歩いてるんですか？なんでだろうね。とりあえず僕が預かっておきますからね。もう何がプレゼントですか？捨てないでね。先輩には絶対に見つけられないところに隠します。来年のクリスマスも先輩がいないと僕が困るんですからね。うん、勝手にやめたら生き量飛ばしますからね。え、怖っ。一番好きなポケモンは？一番なんて決められるもんじゃないんだよ。好きなポケモンは？ミミッキュ、ヒトカゲ、ミュウ、イーブイ、ディアルガ、カビゴン。女性社員にはにこやかには継続できていますか？できてる。お酒は強い？強い。すぐ寝るくせに。黒井さんとミヤ君は二人きりの時
何話してる？ゲームの話と、まあ、いろいろ。ユキさんのことをどう思っていますか？どうって、時々怖い。何がですか？好きなお酒は？ビール。好きな食べ物は？カレー。かわいい。理想のパートナー像は？趣味に理解のある人。ポケモンっていいですよね。日常で一番イラッとすることは？思いつきでコロコロ指示変えられること。部長、黒井さんが悪口言ってますよ。やめろ。パートナーにするならどんな人？必要って思った人。キョムさん、今のって遠回しに僕ですかね。ああ、そうじゃないですか。好きな食べ物は先に食べる？最後に食べる？最後。みんなで行くならどこに行きたい？レアポケモン出るスポット。自炊しますか？しない。好きなタイプは？僕ですか？そういうことにしとくか。LINE アイコンが黒猫なのはどうして？黒猫好き？黒井さんに似てるなって思って。好きなお酒は？一緒に飲む人に合わせちゃうかな。一人では飲まないよ。酒は強い？普通かな。黒井さんと飲むときは飲みすぎないようにしてます。いろんな意味で。いろんな意味。好きなものは先に食べる？最後に食べる？美味しく食べたいから先。みんなで行くならどこに行きたい？あ、今度クマニーランドも行きたいな。ユキさん知らないんですか？クマニーランドは酒飲めないんですよ。いいじゃないですか。休館日にしましょう。無人島に何か一つ持っていくなら？黒井さん、自炊する？休みの日に少しだけ。得意料理は今日からカレーになりました。好きなタイプは？黒井さんですよね。雪黒、黒雪、どっち派ですか？黒井さんが好きな方で大丈夫です。黒井さんの一番好きなところはどこですか？黒井さんのことをどう思っていますか？黒井さんとの将来像はありますか？どのくらいまで考えてますか？いい加減にしろよ。優しいところです。優しい。あとはノーコメントで。新田くんと最近した会話は？先輩の話かな。何話したの？ミヤくんもポケモンが好きなの？好きだけど、黒井さんほどじゃないです。触れない虫は？毒がありそうなやつとか、サスケは無理ですね。好きなお酒は？外ではだいたいビールだけど、家ではチューハイかな。オレンジ系が好きです。柔軟剤何使ってる？ランドリンです。あっくんが小さい頃はどういう感じだった？めちゃくちゃ可愛かった。今も可愛いけど、僕の真似ばっかりしていつもついてきて。今度写真持ってきますね。雪黒、黒雪、どっち派？は？ああ、そうですね。どっちもありだけど、雪黒？好きな食べ物は先に食べる？最後に食べる？中間に味わって食べたいです。自炊する？簡単なやつなら。 SNS でバズってるレシピを試すのが好きです。好きなタイプは？面白い人。酒は強い？弱いです。ミヤ君はザルです。いやいや、それなりに酔いますよ。無人島に何か一つ持っていくなら？じゃあ先輩。じゃあってなんだよ。物を答えろよな。みんなで行くならどこに行きたい？ゆっくり温泉、2泊3日とか。あ、行きたい。ゴールデンウィークの予約ならまだワンチャン行けないかな。予約取ります。はい。お前ら、好きな食べ物は先に食べる？最後に食べる？先。ペット飼うなら何？飼わないけど猫。仕事中眠くなったらどうする？仕事中に眠くなることなんかあるわけないじゃないですか。いや先輩、いつもこっそり会議室で寝てますよね。し、1ヶ月の残業時間は？これ圧迫面接じゃないですよね。30時間以内ってことになってます、書類上は。自分の顔好き？まあ慣れたら案外どうでもいい。慣れたら？酒は強い？酒豪です。いや大嘘。無人島に何か一つ持っていくなら？黒井さん連れてって自然に返す。はあ？あっくんからのスーパーのクーポンは使った？使ってない。多分財布の中にある。好きなお酒は？ビール。好きなタイプは？好きになった人がタイプ。逃げですね。逃げだね。逃げだな。さあ行きましょう。ドキドキする。ゆきさん帽子かわいい。ありがとう。かわいいですよね。ね、黒井さん。ああ。今僕のことかわいいって言いました？先輩、僕はかわいいですか？かっこいいですか？なんかチャラそう。
は？ほら、行くぞ。はーい。ひどくないですか？なんですか、チャラいって。はいはい、かわいいかわいい。うーわ、適当だ。10年ぶりぐらいだけど覚えてるもんだな。え、黒井さん、そんなさらっと僕のと違うやつつけてます？うわ、なんか怖。できたか？かかとのところ隙間できないようにつけろよ。はーい。おい、ミア、片方だけつけろって言ったろ。え、なあ、そうなんですね。黒井先生、質問いいですか？なんだよ。これは拷問ですか？は？こんなこの板に足を、しかも滑るとき両足拘束されてるんですよね。もうそういう刑に処されてますよね、これ。そういうもんだと思ってやれ。めんどくせえ疑問を感じるな。俺、反りがいいな。心折れるの早すぎですよ、先輩。まだ開始5分です。慣れたら大丈夫ですよね、ゆきさん。ゆきさん、無理、僕無理だ、これ怖い。こんなツルッツル滑ると思わなかった。僕、キョムさんとソリにします。ゆきさん、わかりますよ。とりあえず少し練習してみましょうよ。あ、ほら、あんな小さい子もスイスイ滑ってますよ。かわいい。子供の身体能力とおじさんの身体能力を比べるのよ。こういう時だけおじさん盾にするのよくないですよ、先輩。まあとりあえずしばらくスケーティング練習して、下の方で練習してから、慣れたらリフト乗って上からゆっくり滑ればいいだろ。教えてやるから。はい。そうそう、膝曲げて前向く。下みんな。ほら次。ゆきさん、先どうぞ。ほら、早く来いよ。黒井さん。こっち見ろ、こっち。怖い、死ぬ。手広げて。黒井さん。怖かった。できたじゃん。あ、好き。バカ、早く離れ。だった、押さないでください。いった、危ないな。黒井さん、今日は大胆ですね。お前が引っ張ったんだろ、離せ。起こしてくださいよ。すいません、黒井先生、こっちの世界に戻ってきてもらっていいですか？そうそう、はあ、明日絶対筋肉痛ですね。あ、黒井さんは3日後くらいですか？お前、上級コースに捨てて帰るぞ。冗談ですって。じゃあ一人ずつ俺とリフト行くかな、ユキ。え、もう大丈夫だよ、補助してやるから。黒井さん、僕無理なんで、お姫様抱っこしてください。大丈夫だって。やだよ。ほら、行くぞ。連行された。次は僕らなんですね。よし、今のうちに逃げよう。ダメですよ。乗れたな、大丈夫だろ。このまま降りないで下まで行きたいです。ダメ、降りるときはちょい横向いて足乗せて立ち上がったらそのまま進むから。はい、緊張しますね。俺が後ろ持っててやるから、進行方向だけ見とけよ。黒井さん、好きです。わかったって。もう、うわ、よし、じゃあ行くか。ちょ、これ上級者コースかなんかですか？こんな斜面を。まっすぐ降りていくわけじゃないから大丈夫だよ。心が折れました。早いな。うざ、転ぶ転ぶ。下向くなよ。そこの端っこで休憩な。はい。空が青い。案外いけるだろ。いや、黒井さんが掴んでくれてないと無理です。僕のこと一生掴んで離さないでください。一生ゲレンデに住むのか、お前。黒井さんにだけ言いますけど、うん、僕運動全般苦手なんですよね。へえ、器用そうに見えるけどな。いや、スポーツは苦行でしかないです。それでよく今日来ようと思ったな。黒井さんと一緒だからですよ。スノボ下手くそでも嫌いにならないでくださいね。ならねえよ。え、ってことは僕のこと好きってことでいいですか？お前のそういうところ結構好き。え、そういうところ、どういうところ？さあ、行くぞ。え、もう行くんですか？いつまでも転がってたら邪魔だろ。そっか。さっきと同じ要領で行くからな。はい。
の、帰ってきた。お帰りなさい。ただいま。お前ら練習してねえじゃん。いや、さっきまでしてましたよ。ねえ、うん、さっきまでスノボしてた割に対策作ってんだよな。あと、ソリもやりました。めちゃくちゃ楽しんでるじゃん。宮は一人でも行けそうだし、三人で行くか。ああ、ユキは先休憩するか。そうします。遠回しに悪口言われた。補助してやるって言ってんだから感謝しろよ。はい、行きましょう。うわ、思ったより怖い。大丈夫だよ、俺と清美が先行くから真似してついてこい。やばかったらさっき練習した転び方でな。あ、はい。先は長いですね。ぶつかる。バカバカ。いった。すみません、止まれなくて。うん、大丈夫か。黒井さん、俺を捨てて逃げましたね。おう、最低だこの人。3人で倒れたら誰が起こすんだよ。ちょっとなんか信用できないな、この先生。じゃあ一人で行くか。あ、補助してください、お願いします。まったく、ほら行くぞ。はい、次はちゃんと止まります。今のでコツ掴んだんで。若いってすごいですね。そうだな。あ、いたいた。お疲れ様。あったかい。ねえ、出たくなくなっちゃうね。なんか食べました？飲み物だけ。お昼食べよう。いただきます。いただきます。いただきます。あー、温まる。先輩、あったかいものじゃなくていいんですか？だって美味しそうだったし、ここはあったかいから。確かに、ちょっと汗かきそう。黒井さん、カツと肉、一枚トレードしません？いやだ。ケチ。午後はどうします？一回みんなで上から行くか。黒井さんは僕の補助ですよね、ね。ユキさん、ごめん、黒井さんは俺のものなんで。ダメですよ、キョムさん、黒井さんは僕のです。僕だってついててほしいのに。俺はお前らがタラタラ滑ってる間にもう一回滑る。鬼だこの人。まあ楽しんでやりましょう。ミヤ君は上手いからいいよな。ねえ、上手い人は楽しむ余裕があるんだ。また二人に突っ込んでいくかもしれないんで受け止めてくださいね。無理。なんとか地上に戻れた。疲れましたね。なんか後半楽しかった。お疲れ。あ、黒井さん、かっこいい。でよかったですね。そろそろ着替えるか。はい。あ、駅の中にポンシュ館ってところあるんで行きません？酒風呂とかもあるみたいですよ。酒風呂？何それ、気になる。あ、でもお風呂、僕大丈夫かな。ユキさん大丈夫です、二人きりじゃないですから。そうだよね、大丈夫だよね。聞き酒もあるんですよ。僕、日本酒あんまり飲んだことないですけど。新幹線で確実に寝るな。俺も寝そう。大丈夫です、僕が持って帰ってあげます。じゃあ先輩は僕が持って帰りますね。ミヤ君よろしく。はい、今日から禁酒しよう。じゃあ僕を持って帰ってください。黒井さん限定でテイクフリーなんで。ちゃんと帰りなさいね。着いた、ポンシュ館。後でお土産見ていい？ああ、僕も見たい。お前まさかまた部長に。今回は行ってないですよ。ねえ見て、爆弾おにぎり、美味しそう。買って行って新幹線で食べようか。いいですね、明日の朝ごはんにしてもいいな。先輩何にします？僕は明太子かな。味噌系もいいな。でも鮭も捨てがたい。黒井さんは塩ですか？さすが黒井さん、2ですね。いや、具欲しいから普通に。2じゃなかったか。2じゃなかったですね。悪かったな、2じゃなくて。黒井さん、黒井さん、これどうです？大爆おにぎり。黒井さんなら余裕ですね。無理です。あー、染みますね。あったまるな。貸し切りだったらもっといいのに。今は貸し切りみたいなもんじゃないですか。よかったですね、ついてて。そういうことじゃないんだよな。いい匂いする。ゆうきさん、業死したらダメです。 してないよ。ちゃんと盗み見てるよ。盗み見ないでもらっていいですか？キョムさんのことは見てないです。あー、なんかもう体痛い。
やっぱり運動不足ですね。僕もなんか筋肉痛きてるな。ユキさん、嘘は良くないですよねえ。黒井さん、ユキ、若いふりするなよ。お前はもうすでにこっち側だ。やめてください。メダルの枚数で飲める銘柄違うんですね。迷うな。1000円分やろう。黒井さん大丈夫ですか？500円分にしといた方が。大丈夫、せっかくだしいろいろ飲みたい。ああ、俺知らないからね。まあ、おチョコ小さめだし。どうかな。これ飲みやすくて好きだな。日本酒って美味しいですね。今度普通に観光できたいな。いいね、新潟観光。黒井さん、大丈夫ですか？大丈夫。ダメだこれ。あらら、黒井さん、立ちながら寝ちゃダメですよ。俺、黒井さんの荷物持つの嫌ですからね。黒井さんはもう水にしてください。あ、これうまい。先輩も無理しないでくださいよ。はあ、黒井さんじゃないんだから、このくらいじゃ酔わないって。黒井さん、すみませんでした。清美、とっくに昼休み終わりだよな。違います、気絶してました。多分ヤバいんで早退します。嘘つけよ。飯食ってデザートまで行ってるやつのどこが具合悪いんだ。俺がこれを食べた、ちょっと記憶が。いい加減にしろよお前。やります、やります。あとさ、話あるから今晩飯食いながら。嫌です。プロジェクトリーダー。嫌です。仕事だぞ。分かってます、嫌です。お前さ、名前だけなら貸しますよ、特別タダで。とりあえず考えておけよ。詳しい話は週明け。はあ、最悪。ミヤ君、ティッシュ新しいのない？アイスこぼした。もう、机の上か棚の上に空いてるのはありません？あった。先輩、まさかソファーにこぼしてませんよね？あ、先輩？しよう。キャム、お疲れ。その呼び方やめろよ。安心しとけ、俺が広めてやるから。このあだ名やめろ。俺結構気に入ってるんだけど。俺は気に入ってないから。っていうかお前さ、もうちょっと部長とか課長に気になれるような立ち回りできないわけ？別に気に入られなくていいし。出世に響きますよ。やっぱり仕事ができるできないより上に気に入られてるかどうかなのかな。そりゃそうだろう。お前みたいに超真面目に他の仕事をやりながら考えて調べて提案出したって、結局先輩か部長に渡して終了だろ。俺たちの名前がそこに残ってるか。綺麗さっぱり跡形もないだろ。ほんとアホらしい。この2年で痛いほど分かったわ。まあそうだけど、本部長は提案は数出してけって言ってたじゃん。ちゃんと見てくれるって。お前なあ、あんなの鵜呑みにするなよ。口だけそれっぽいこと言ってるだけだろ。うちの企画営業部は積極的に提案が出されて若い声を拾ってますっていうアピールしたいだけだろ。しかも機嫌が悪い時に渡してみ。無駄に説教されてさ、挙句原野部長に言われてその通り直したら、こんな現実味のない提案で通せると思ってるのか。だってよ、なんで数時間前の記憶消失してんだよって。なあ。そうだな。じゃ先戻る。もうちょっとサボろう。さっきできた提案書を出してくる。原野部長。うん、ふーん、ま、頑張れ。お前もそれ吸ったら戻れよ。チクるぞ。裏切るなよ、キョムさん。部長、提案書が。すみません、お時間をいただいて。まったく、どんどん提案出せなんてな。本部長が面倒なこと言ってくれるよな。確認するこっちの身にもなってほしいよ。まったく忙しいな、こんな。君、
センスないね。一応先日いただいたアドバイスを入れ込んで。まあとりあえずもらっとくから。 あとは黒井君に指示もらってくれ。はい、ありがとうございます。え？データの数字ミスってたら全部狂うの分かるよな。何のためにチェックリストがあると思ってんだ。はい、確認くらいしっかりやれよ。このまま製品発注まで進んでたらどうなるか想像できてねえからミスるんだろう。自分の手から離れたら終わりじゃねえんだよ。すみません、引き継ぎが不足してしまって申し訳ないです。いえ、俺も確認不足ですみませんでした。たく。え、なになに、チョムさん何やっちゃった？引き継ぎミス。あらら、クロイさん怖いよな。俺あの人苦手。あんなに怒鳴らなくてもいいのにな。よしよし、やめろ。ユキ君もかわいそうだよな。あんな怖い人が教育係とかさ、俺だったら毎朝お腹痛くなっちゃうよ。あれは見た感じうまくやってるっぽいけど。優秀君はお気に入りかな。羨ましいね。妬むなよ。この間ユキ君とお昼行ったんだけどさ。お前後輩とご飯行ってんの？そりゃそうだろう。俺はお前と違ってコミュニケーション大事にしてんの。すみませんね、コミュ力なくて。うん、それでさ、黒井さんの愚痴でも出るかと思ったんだけど、なんか知らないうちに俺が原野部長の愚痴聞いてもらってた。慰められてた、癒されてた。後輩に愚痴んなよ。いやいい子だよユキ君。キャムキャム、聞いたか原野部長の話。え、どういう内容なんだけどね。先方がえらく気に入ってくれてね。さすがですね。いやー、真心と熱意が通じてよかったよ。これからますます忙しくなると思うが、よろしく頼むよ。はい。なんだこれ。あれ、見間違い。はあ、キョムなあ、やっぱ原野部長が言ってたやつ、お前が出した提案書まんまじゃね。まあどうだろう、あくまで参考にしたにしてもねぎらいの言葉くらいあったっていいだろう。何が真心だよ。あーやだやだ、うん、お前本当に何とも思わないのかよ。思わないわけないだろう。ま、何かあったら俺に愚痴りなさい。特別聞いてやるから。どうも。一緒に頑張っていこうな。な、俺がここにいる意味ってあるんだろうか。評価されれば。ああ、君ね、提案書はもういいから分析チーム手伝って。意味ができると思ってたのに。わかりました、頑張ればいつか。あの、先日の提案書ですけど。なんだね。頑張れば自分にも何か。いや、何でも。何かできると思ってたのに。まだ今なら間に合うか。それとも、結局変われもしない。一緒に頑張っていこうな。辛いのは俺だけじゃない。話せる奴がいるだけマシなのかもしれない。うん。何お前、今日もいい男だから安心しろよ。いや、そういうんじゃなくて、最近おかしいんだよ。なあ三上、俺の顔どう見える？は？あー、そうだな、俺の方がかっこいい。もういい。おいおい、冗談だろ。あ、さては疲れてんだな。仕方ない、今晩一杯行きますか。おごり？なわけないだろ、ケチ。給料同じなんだから察しろよ。はい、お疲れ。お疲れ。あ、そうそう、今日俺黒井さんにめちゃくちゃ怒られた。なんで？適当に返事してるだけだ。
って。当たってるじゃん。ひどー。だってさ、考えたところで何になるって言うんだよ。どうせ先輩の出世のために利用されるのがオチなのに。まあ、わかるけど。言われた仕事はきっちりやってるんだから、文句言わないでほしいよな。あとさ、黒井さん、まともなこと言ってくるのがまた腹立つんだよな。変に真面目っていうかさ、課長とか部長みたいに明らかに自分のことしか考えないタイプと違ってめんどくさいわ。嫌なところついてくる感じあるよな、あの人。そうそう、俺は繊細なのにさ、あんなガミガミ言われたら萎縮しちゃうよ。繊細？お前が？それそのまま言ってみたら。言った。言った？うん、さらに怒鳴られた。だろうな。最近さ、あの件でへこんでたけど、俺だけが苦しいんじゃないって思うから、まだ少し頑張れるかなって思うよ。そっか。同期にお前がいてよかった。虚無、お前さては俺に惚れたな。まあ仕方ないよな。わかるわかる。ないない。俺のよ、俺の男気に。先輩に言い返しちゃう男気に。恥ずかしいから静かにして。ごめん。お疲れ。お疲れ。虚無、あのさ。何？俺、会社辞める。え？再来月末で終わり。は？冗談だろ。マジマジ。なんで？なんでって。この会社よりいいところなんていっぱいあるって思ったから。まあ、実はちょっと前から面接とか行ってた。え？だって、お前、一緒に。お前もさ、この会社に期待しすぎんなよ。そりゃ一般的には安泰に見えるけどさ、中身がこれじゃあな。まだまだ上はしぶとそうだしな。そっか。うん。どうしてあんなにあっさり辞められるんだよ。一緒に頑張っていこうな。信じる方がバカか。聞いたか？原野部長、ついに転勤だってよ。清美。はい。お前この資料いつまで時間かかってんだ。すみません。あの、原野部長って転勤になったんですか？らしいな。支社で本部長に昇進だそうだ。地方らしいけどな。うちには死者から別の人が来るんだと。へえ。手動かせよ。あ、はい。まともな人が来てくれるといいけどな。はい。あの、俺が見ててやった方が早く仕上がるだろう。一瞬でも実はいい人かもって思ったのが間違いだった。先輩。そのソファお気に入りなんですから。ん？あ、ダメですよそれ。もう僕のものですからね。返してください。ミヤ君は仕事楽しい？楽しい？まあ食べていくためにって感じですかね。もし他にもっといい条件のところがあったら転職考えたりする？いやー、しないですね。人間関係には恵まれたなって思ってるんで。そっか。本部に来るまではいろいろありましたけど、先輩はどうです？やっぱこの話なしで。うん。先輩が言いたくなったら聞きますね。待ってますから。うん。僕の話も話したくなったら聞いてもらってもいいですか？うん、聞くよ。ありがとうございます。黒井さん、はあ、虚無さん、なんでいつもこんな早く来ないのに。今日朝一でサンプル持っていかなきゃいけないらしいんで。ああ、そっか。どこから見てました？ああ、黒井さんの名前呼び始める2秒前くらいから。恥ず
ずかしい。なんかおっぱじめるかと思ってヒヤヒヤしましたよ。何もしませんよ。いや、もう十分罪を犯してますよ。黒井さんには言わないでくださいね。どうしようかな。キョムさん、本当にやめてください。わかってますよ。よかった。言ったって別になんともないと思いますけど。いや、まずいでしょう。もしミヤ君がキョムさんのブランケットでスーハーしてたらどう思います？まだ俺加齢臭出てないってことかな。セーフって思いますね。絶対嘘。だって臭かったらさすがにスーハーしないでしょ。キョムさん、加齢臭とか気にしてるんですか？まあ一応。加齢臭って耳の後ろあたりからって言いますよね。ちょっとなんだ全然あ、黒石さん、あ、早いですね。ユキさん、やめてくださいよ、人前で。朝から何やってんだ。ユキさんが俺のことを。違います、違います。黒井さん。はい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 、わかったわかった。何がわかったんですか。ユキさん、今度ゆっくりね。何をですか。キョムさん恨みますよ。うるさい。黒井さん、違うんです。あそこのランチ、やっぱり金曜日が一番お得感ありますよね。わかる。お腹いっぱいで眠。すみません、乗ります。ありがとうございます。いえ。ありがとうございました。どうも。危ない、気抜いてた。お疲れ。もう、もっとちゃんと守ってくださいよ。どういうこと。例えば、コートか。びっくりした。コートか。こんなの余計に目立つってば。変なやつって思われた方が都合がいいんですよ。あ、はあ、へえ。黒井さん、違いますよ。ミヤ君に無理やり裏切りましたね。本当じゃん。お前ら気づいてないのか知らないけど、監視カメラついてるし。そうだよミヤ君、気をつけなよ。ですよね。うっかり見ちゃったら大迷惑だからやめろ。はい、今度は見えないところでやります。やるな。あれ、ミヤ君まだ来てないのか。遅刻珍しいの。ユキさん、今日ミヤ君って。あ、今日から5日間研修ですね。え、ああ、そっか。あ、お疲れ様です。お前今日残業な。え、これ明日10時までよろしく。直す暇ねえからな、くだらねえミスすんなよ。はあ、はあ、何これ、誰だよここミスってるやつ。あ、俺だわ。じゃあと頼む。はい。お疲れ。お疲れ様でした。ああ、お疲れ様でーす。びっくりした。すみません。どうしたの。今日でやっと研修終わったんで、先輩に会いに来ました。え、会いたかったくせに。誰もそんなこと言ってないだろ。へえ。っていうか、何です？これあげる。お供え物じゃないんですから。やっぱり寂しかったんですね。寂しいっていうか、ここに物質がないのが嫌だった。じゃあ僕じゃなくてもいいってことですか。ミヤ君がちょうどいいかな。いろいろ喜んでいいんですかそれ。ご飯食べた？軽く。終わったら飲み行く。俺ご飯まだだし、付き合ってよ。そのつもりです。早く終わらせてください。はい。あ、兄貴には言ってないですよね。言ってない。清美さん、あっくんに興味が。まさか僕に宣戦布告。そうだったらどうします？ごめんね、あっくん。え？